そもそも原発避難は被爆を避けることが目的早く遠くへ逃げるのが鉄則一人一人手作業で検査していたら交通渋滞が引き起こって避難を遅らせることにもなりますでもやはり的確に汚染状況が把握できなければ意味がありませんそこで検査の迅速性と正確性を両立するため国が期待するのが車両用ゲートモニター 測定機メーカー2社が製造、国が交付金を出して都道府県に導入を促しています。資料の2、主要メーカーの千代田テクノロが製造するゲートモニターは、2本のポール、2本のポールの間を通過した車から、 基準である4万 CPM を超える放射線を検知すると発砲、お知らせする仕組み、大臣、この車両用ゲートモニターこそが的確に汚染状況を把握し、汚染拡大を防ぐために重要な設備であるということで間違いないですよね、お話聞いていただかないとお答えできないと思いますよ、汚染拡大を防ぐために非常に重要な設備がこれであるということでいいですよね。伊藤国務大臣委員長、まあ、重要な設備の一つであると思います山本太郎君 この最終兵器であるゲートモニター、導入を促された自治体からは、そんなもの使えるのかとの疑問が噴出しております。避難帯域時検査は新しい制度です。当然ながら車両用ゲートモニターは実際の事故時に使われたこともない。それに関わらず国は、 原子力規制庁当時はこれを使えば迅速な検査が可能であるかのようにアピールをしてきました原子力規制庁が初めて自治体担当者にゲートモニターの導入を指示したのは2014年4月の自治体担当者との会議道府県連絡会議ここで原子力規制庁はゲート型モニターを使い検査を効率的に行うように指示しました自治体の側からすれば得体の知れない設備をいきなり導入するよう指示されたことになりますこの指示に対して各道 府県から異論不安が紛失その当時のやり取りはジャーナリスト日野幸介氏が請求して開示させた同会議の議事録によって明らかになりました資料3ゲート型モニターは4万カウントをき,っちえきちんと測れるというようなものにはとても見えなかった石川県いわゆる解説的なものマニュアル手引きは出てこないのか福井県 資料4これらの指摘に対して原子力規制庁はゲートモニターの具体的な使用は確認していないと認めています同年7月の道府県連絡会議でも検査対象人数が不明で使いようがないと検査の前提に突っ込みが入ります対象が避難住民全員とか一部の住民でいいのか そういうことが示されないと必要な人員や資機材もはっきりわからない鹿児島県これについて規制庁は検査対象者の範囲については検討するかも含めて持ち帰りたいなどと回答入れろっつってのにそんなことも検討されていないんですね。 設備の性能もどれだけの数の住民を検査するかも不明のまま、見切り発車で導入が進められたことが分かります。これら自治体からの指摘を受け、原子力規制庁は急ぎで検査マニュアルを作成、2015年3月31日に発表。これ 仙台原発再稼働に間に合わせるために急いで作ったものなんですね内容もいい加減です資料5例えば同マニュアルでは車両用ゲートモニターを使用して検査ができるのは検査場所の環境に有意な汚染がない場合のみとされている原子力災害が起こったとき検査場所が汚染されていないそんなことなど実際にはありえません汚染されていたら使えない検査方法を持ち出すのは意味が不明です このように、的確な汚染状況、えー、把握の要であるはずのゲートモニターが、災害時にちゃんと使えるのかどうかわからないまま、避難計画に組み込まれていたという事実です。資料6、そして2015年、仙台原発、2016年、伊方原発、高浜原発、2018年、玄海原発、大井原発、2021年、美浜原発と、各地で避難計画の了承と、原発再稼働が続きました。 原発事故時、ゲートモニターがどこにどれだけ設置されるのか、これが機能するかもわからないまま、いい加減な避難計画しかない状態で原発を動かしてるんですね。そんなもん、住民の安全なんか二の次に決まってるだろうって考えなきゃ、こんなことできないんですよ。このように各地で原発再稼働が進む中、ついにゲートモニターの検知能力にも疑問符がつきました。 資料の7、2021年3月、日本原子力研究開発機構、JAEA は、内閣府委託で車両用ゲートモニターの性能試験を実施した結果を発表、ワイパー部分とタイヤ部分を同時に正確に測定することは困難と結論付けました。 かいつまんでいえばこのゲートモニターで車を検査するとタイヤの汚染レベルはわかるんだけど車の正面の部分の汚染はわからないんだよねだから正面部分は手作業で測定しなきゃいけないんだということが分かったってことですそして基準値とされる4万 CPM 以下の汚染でも検知をして汚染ありのシグナルが出されるということも問題となりました これってより低いレベルの汚染も検知できるんだから的確な汚染把握のためには本来はいいはずなんですよねでもそれでは除染する車が増えてしまうと迅速化にならないということが問題になったこの研究結果を受けて内閣府は2021年4月27日自治体に導入させるための交付金を一時停止現状の危機ではごく軽微な汚染でも発砲する可能性が指摘されたと つまりこのままだと低い汚染でも検知してしまうから、国の交付金は出さないということの決定をしたんですよね。最強兵器として導入を促してきたゲートモニターが使えないことになり、避難待機時検査が成り立たないことが露呈しました、それでも政府は、辻褄合わせに躍起になります。基準値通りののレベルををを検知ででききるるるとお墨付きを与えるために小手先の調整を続けるんですね 特に主要モデルの一つである千代田テクノル製ガンマポールを使えるようにするための小手先、この裏技がすごい。資料8、本来立てて、立てて使うはずのポール型のモニターを横に寝かせてしまえば、検知の精度が低くなるから低い汚染はスルーできるという内閣府は原子力安全協会にゲートモニターの使い方のマニュアルを作らせて横置きにすれば使えるとのロジックを正当化しました。 資料9、2021年11月発表の報告書では、ポール型のモニターの測定器、このポールを寝かせることで、4万 CPM 基準での判定は可能と結論づけられた、そして使えるようになったから、翌年の2022年には、また交付金出して、自治体に導入を促すようになったんですね。むちゃくちゃじなゃなないですか、かこんなの。横に奥から感度低くなって大丈夫。 これで進められた再稼働って普通じゃないですよね。蒸気してますよ。いや、これを、この体温計は高温だけを測れるものにするから38度まで温めた後にお使いくださいみたいな。これ例えが合当てるかどうかわかりません。あまりにもむちゃくちゃすぎて類似の例え見つけるの大変ですよ。さらにゲートモニターで測定できるのはタイヤ部のみという問題が残ります。車両前面のワイパー部は 表面汚染測定器サーベイメーターを用いて手作業で測定するといいます手作業で測定することで時間がかかってしまうそして人員も手作業の分必要になるこれ各自治体からも円滑な避難の妨げになるから手作業なしで済むようにしてほしいという声が上がりましたしかしそれに対して内閣府は有効な解決策を示せていないと資料10 2022年10月原子力発電関係団体協議会担当課長会議では検査の順番を変えてタイヤ部より先にワイパー部を検査するようにという指示をしましたゲートモニター前で順番待ちをしている車両のワイパー部分を先に測っていけば時間短縮になるとこれでも結局手作,手作業による測定は残って時間がかかるということには変わりはありません資料11 2022年1月の説明会では大型バス大型バスについては基準値通りに測定できないという問題も指摘されて大型バスは手作業で測ることも検討課題となった当初から懸念されていた汚染状況下では使えないという問題も残っています資料122022年5月内閣府の手引,きでは手引きでは車両用ゲートモニターが機能するバックグラウンド占領率は 日立製で毎時0.33マイクロシーベルト、0.33マイクロ、千代田テクノロル製で毎時0.45マイクロシーベルトまでとされた、これ、皆さんご存知の通り、バックグラウンド線量って、これ、測定しようとしている放射線以外の放射線の話ですよね、もちろん自然の放射線も含まれます、これ、一例としてなんですけれど福島の第一原発事故時は、県をまたいだ栃木県。 この栃木県でも毎時1318マイクロシーベルトがバックグラウンド線量として観測されていますそれを考えるとこの前提ってもうデたらめに近いですよね現在の車両用ゲートモニターの上限値0.45では東電原発事故と同じように放射線量上がれば全く機能しないということ使えるしも代物ではないということなんですね こんな設備前提の避難計画では住民の安全、守れない、当たり前の話ですよね、これ。大臣、これね、実際には的確な汚染把握のためには使えないゲートモニターを国の交付金を支給して自治体に導入させる意図ってこれ、だと思われます伊藤国務大臣委員長、委員のいろんなご意見がありましたけれども、まあ、原子力防災については、まあ、海外の事例も含めてですね、 工夫しながら、さっき、が申し上げたように、迅速にかつ正確に継続すると、とこんなことが必要でありまして、まあ、これを累次政府としては行ってきているというふうに思います山本太郎君えと。答弁の内容がよく分からないんですね。的確な汚染把握のために使えないゲートモニターを国の交付金を支給してまで自治体に導入させる意図って、これ、なんでしょう伊藤国務大臣。あの 変化あることしますけれどもあの私は今、的確なあの把握ができないというふうな断定的なことはあの言えないと思います山本太郎君、まあえーと。この件に関して、えー、こういうことがあるということに関しては、大臣はよくご理解してなかったとっいう意味合いですよね、そういう意味合いじゃないですか、よくご存じの上で言ってるんですか、いかがでしょう。伊藤国務大臣 あの物事の検査には、いろいろな正確性というものが要求されますけれども、まあ、どこかからその的確か、的確じゃないかというのは、いろいろな判断基準があると思いますし、それからやっぱり的確性ということと迅速性ということ、あの必ずゼロ一致ではありませんけれども、そのバランスの中で考えうる科学技術を駆使、また海外の事例を生かしながら、工夫をしてやっていくということが、現職防災でも大変重要だというふうに考えております。 山本太郎君えとちょっとなんか話の本質と合わないと言いますか、全く噛み合ってない答弁だと思うんですね、先ほどおっしゃいましたよね、なんでしたっけ、原子力防災に終わりや完璧はない、ゼロ一はないんだって今言われたんだけど、終わりや完璧どころじゃないんですよ、完璧にもやる気がないし、始まる前にも終わっちゃってるんですよ、そういう状態だってことをまずご認識いただかないとだめなんですね。ご自身で分かっってててもいないな避避難難計計画画ををを推進して避難計画を充実化するってことを えー、環境大臣としておっしゃってるってことに非常に問題があるってことです、そして実効性のない計画を了承し、原発再稼働、これ、進めようとしている、実際に進んじゃってるじゃないですか、でこれからも進めようとしているってことですね、この車両用ゲートモニターが機能しない、実際に原子力災害が起こっても、機能するはずもないということは、これ、実は大臣ではなくて、内閣府が一番よく知ってるんじゃないのってことなんです、それを進めてきたんですからね。 資料13、そもそもこの避難待機時検査、前提がおかしすぎるんですよ。内閣府は車両2レーン、2つのレーンの検査会場で、1日8000人の検査が可能としてるんですけれど、ここまで問題が山積している車両用ゲートモニターで、1日に8000人の正確な検査ができるということは、ちょっと考えづらいんですね。見積もりがちょっと違うんじゃないの数十万人が避難,避難対象地域。 数十万人の人々が住んでいます、そこ避難対象地域ですっていうところもあるわけですよね。って考えたとしたら、これ8000人、1日8000人処理していけるかって言ったら、これ、なかなか難しい話でもあるし、前提自体がもうむちゃくちゃなんじゃないかって、そもそも避難待機時検査の除染基準、4万 CPM は都合よく引き上げられた基準ですよね。福島第一原発後、除染基準は1万 3000CPM だった、それが4万 CPM に引き上げられたんですよね。えー、に資料の14。 事故前の除染基準である1万 3000CPM という数値、えー、この数値では、事故が起きれば多くの避難者が引っかかり、迅速な避難ができ,できなくなることが分かって、基準を引き上げざるをなかった、その引き上げた基準、つまりは4万 CPM という基準でさえしっかり測れず、これで汚染拡大防止がしっかりできていると言われても、何の説得力もないんですね。大臣 的確な汚染把握が必要。そのための避難帯域時検査。ゲートモニターを使って的確かつ迅速な検査をするということが重要なわけですよね。しかし、要となるゲートモニターとその運用方法、問題が多すぎて実効性には大変疑問があるという状態。このような問題だらけの避難帯域時検査を前提に立てられた避難計画で、 これまでに了承されたものは、全部撤回しなきゃいけないんじゃないかって、前提がないんだよ、前提がむちゃくちゃなんだよってことです縦で使うものを横にしてとか、まあええやないかみたいなことでずっと来てるわけですね、地方自治体からそれまずいんじゃないか、どうなってんだって声が紛失してるのに、とにかくこれでいく、1回、金出したけど、1回止めて、何か変わんのかなと思ったら、そのまんま使う、横にして使うってことだけが前に進んだっていう。 ゲートモニターの設置場所についての計画、除染基準を根本的に見直して、実際に数万人から数十万人が迅速に避難できるかの検証っていうの、これ、絶対やらなきゃいけないことだと思います。命かかってますから、大きな地震来るんですよね、大きな地震が来ると言われてて、実は能登半島の地震は、実情、国はノーマークに近かったわけですよ、そこにおいても様々な問題が起こったということは、この委員会でも話されたと思いますね。 ということは、この先必ず起こるとして準備しなきゃいけないのに、穴だらけだってことなんです。すでに再稼働されたものも、そのような穴が分かっていながら、それに目隠ししながら前に、自分たちに目隠しして前に進めたんですよ。つまり何かしたら、もう一回見直さなきゃだめなんです。安全な避難はできない、汚染の拡大を止めることはできない、今のままじゃってことです。検証をもう一度やり直すべきだと思います。大大臣臣そう思われませんか伊藤国務大臣 あの原子力防災に完璧はありません、まあ、ご指摘も踏まえてです、ね、えー、改善、必要な見直しを行いながら、原子力防災の実効性を高めてまいりたいと、そのように考えます山本太郎君。すみません、あの原子力防災にあの完璧とかはないんだっていうのは、もうその決め台詞は分かったんですよ、決め台詞はいいんですよ、もうそういう話じゃないんです、あの完璧どころかむちゃくちゃだって話をしてるんです。 それに関して、このむちゃくちゃなものを前提に、再稼働されてしまったりとか、避難計画オッケーとかみたいな話になっていってるものに対して、これはもう一度、検証しなきゃいけないんじゃないの、命を預かる政治家として、大臣として、これ、検証の必要性を感じないのかってことをお聞きしてますいかがですか伊藤国務大臣あの。むちゃくちゃという言葉について私は見解をお答えします。 きょ、えー、のご指摘、またいろいろな方のご指摘を踏まえて、えー、必要な検証を行い、見直しを行ってまいりたい、山本太郎君、時間が来ておりますので、はい、まとめますねまありがとうございますあの。私がこんなのむちゃくちゃじゃないかって言ったことに対して、大臣は、そのむちゃくちゃとは私は思わないということを言われたと思うんですけど、ではなぜむちゃくちゃと思わないかということの、えー、ご説明は一切されてないんですよ。 そのままるといつ地震が来るか分からないから、それを考えたときに、ものすごい責任を背負っているはずの大臣が、これをスルーしようとする方向はあまりにもおかしい、検証していただくことを求めたいと思います。